アイドルの多くがデビュー以降さまざまな方法で自分を磨き、またダイエットの力で次第に美しくなっていく様子を見せてくれます。デビュー当初は練習生当時の姿のままステージに立つと、素朴で幼すぎる見た目が原因となり、ダイエットでもしたらなどの悪質な書き込みをされることがあります。しかし見た目に対する悪質コメントにさらされたメンバーも、デビューしてから時間が経つにつれてとても美しく垢抜けた姿に生まれ変わり、多くの人を驚かせています。果たして悪質な見た目に対する書き込みに負けず美しく変身したメンバーは誰なのでしょうか。7位はドリームキャッチャーのガヒョンです。ガヒョンは1999年生まれで、今年22歳になるドリームキャッチャーの末っ子メンバーです。ユーモアがあり愛嬌のある明るい性格と白い肌、明るい色の瞳が魅力的な人気のメンバーです。ガヒョンは19歳という若さでデビューすることになったのですが、幼くしてデビューしたせいか、当初はふっくらとしたフェイスラインと少しぽっちゃりとした体型のメンバーでした。そのためまずダイエットしなという見た目に対するさまざまな悪質コメントで攻撃を受けました。しかしデビューしてから年を重ねる中でダイエットに成功し、まん丸とした顔から V ラインのすっきりしたフェイスラインへと変身し、絶世の美しさを手に入れました。以前あったような悪質な書き込みは消え去り、ビジュアルに対する称賛を受け続けることとなりました。6位はシークレット出身のヒョソンです。ヒョソンは三大セクシーアイドルクイーンのうちの一人と言われており、ベビーフェイスにグラマラスなボディラインの持ち主で圧倒的な人気を得ているメンバーです。ヒョソンはセクシーの最高峰と呼ばれ、デビュー当初からすでに多くの人気を集めていました。しかしいいように言うとグラマラスな体型ですが、ふっくらとした体型と丸い顔つきだったため、たくさんの悪質な書き込みも受けるようになりました。しかしヒョンソはデビュー以降活動を続ける中でダイエットに大成功し、デビュー当初のふっくらした姿から垢抜けた姿へと大変身を遂げます。男性ファンが好みそうなグラマラスな体型ではなくなりましたが、はっきりとしたフェイスラインと洗練された姿で多くの女性ファンから絶大な支持を受けるようになりました。5位は A ピンクのソン・ナウンです。ソン・ナウンは A ピンクのビジュアル担当兼センターとして絶世の美しさを解き放っており、歴代アイドルの中でも代表的な美しいビジュアルの持ち主として絶大な評価を得ているメンバーです。ナウンはデビュー当初清楚で可愛らしい見た目から多くの人気を集めましたが、現在のように圧倒的なビジュアルを誇るメンバーではありませんでした。しかし年を重ねるにつれてナウンの洗練されたビジュアルが湧き立つようになります。清楚でお嬢さんらしい見た目から少しずつ成熟し、都会的でセクシーな姿に変化していきました。特に A ピンクが大幅なコンセプト変更を行ったステージでは、完璧に成熟したセクシーな女性としての姿を見せ、アイドル11年目を迎えているにもかかわらず、今も変わらず最高の美女アイドルとして名が上がっています。4位は TWICE のジヒョです。ジヒョは TWICE のリーダーでメインボーカルとして揺るぎない実力とともに、はっきりとした顔立ちと美しいボディラインを誇り、多くのファンから愛されています。今でこそその健康的なスタイルと美しいビジュアルで多くの人から愛されていますが、デビュー当初はふっくらとした体型のせいでたくさんの悪質コメントを受けていました。練習生として出演した16を通してある程度は体重を減らしましたが、 TWICE のデビュー曲であるウーアーの活動をしている際もまだふっくらとした体型といった印象のままでした。ジヒョはこのような見た目に対する悪質なコメントからストレスを受け、とても辛かったと明らかにしたこともありました。しかしそれ以降ジヒョはダイエットを本格的に行うと決心し、固い意志を持って過酷なダイエットを行った結果、10キロ以上の減量に成功します。それからは贅肉のない健康的で美しい体型とにこやかな姿で悪質コメントを探すのも難しいほど多くの人から愛されるメンバーとなりました。3位はググダンのミナです。ミナはガールグループググダンのメンバーで、 IOI のメンバーとしても多くの人気を集めています。今でこそミナは素敵な微笑みと爽やかな姿とともに絶世の美しさを誇っていますが、デビュー当時はふっくらとしたフェイスラインと体型で、ビジュアルの面では評価されるようなメンバーではありませんでした。プロデュース101の時には18歳とまだまだ幼かったため、丸い顔と特にふっくらとした体型に視聴者からは明るくエネルギッシュな性格なのに見た目が残念と評価を受けることもありました。しかしミナは IOI としてデビューした後、アイドル活動をしている中で徐々にフェイスラインがすっきりしてきて、だんだんと美しく変身していく姿を見せてくれました。
彼女特有の可愛らしい見た目に加え、成熟したセクシーな雰囲気も醸し出し、大きな称賛を受けるようになりました。その上、ガールグループのメンバーの中で一番グラマラスなスタイルも兼ね備えており、性格、外見、体型すべて完璧な万能型メンバーとして評価を受けています。現在はその見た目を生かし、熱心に俳優活動を行っています。2位はヘリムです。ヘリムはソンミがワンダーガールズを脱退したのを機に新たなメンバーとしてグループに加わりました。彼女はとても気難しいと噂されていたパク・ジヨンの審査を通過し、ワンダーガールズに加入することになったにもかかわらず、ふっくらとしたフェイスラインと何とも言えないスタイルでファンたちを困惑させました。芋っぽいと悪質な書き込みをされることもあり、デビューしてからは非常に辛い時期を送ったそうです。しかしヘリムは年を重ねるにつれ顔立ちもはっきりとし、継続的に体型も進化させ、洗練されたイメージを与えることに成功します。現在はデビュー当初の芋っぽさは影も形もなくなり、洗練された美しい姿で誰もが認めるデビュー後最も美しくなったアイドルのうちの一人となるのに成功します。1位は G フレンドのオンジです。オンジは G フレンドのメンバーで、清楚ではつらつとした性格の末っ子として絶大な人気を誇っています。オンジはデビュー当時最も多くの悪質な書き込みで攻撃を受けたメンバーといっても過言ではありません。デビュー当時はまだ高校生で、ふっくらとした顔つきも相まってか野暮ったいと評価されていました。 G フレンドがデビュー直後から瞬く間に人気を集めながら、急激にファンが増えるに従い、自然とアンチファンも多くなり、その結果外見に対する悪質コメントはオンジに向けて押し寄せてきました。それからオンジは悪質コメントを意識してからなのか、ステージの中でも自信のなさそうな姿を見せるようになり、彼女を見ている人も気の毒に感じるようになっていました。しかしオンジは自分をしっかり磨き、ダイエットの力で大変身していきます。ふっくらとしたフェイスラインは跡形もなく、美しいフェイスラインとはっきりとした顔立ちに加え、清楚で女性らしい姿を見せるようになり、悪質コメントをしていたネット民たちの口を完全に封じることに成功します。このようにデビュー当初、数多くの悪質コメントに悩まされ、自信を失っていた状況から素敵な姿に生まれ変わり、自信を持つようになったオンジが、デビュー当初と比べより美しくなったアイドル待望の1位に輝きました。それでは次の動画でお会いしましょう。